第三代バサースト伯爵ヘンリー・バサーストは、イギリスの貴族、政治家。ガーター勲章勲爵士、数密顧問官。1794年に、バサースト伯爵を執爵するまでは、アプスリー教の儀礼称号で称されていた。大法官や、数密院議長を務めた、法律家、政治家の第二代バサースト伯爵ヘンリー・バサーストと,と、 妻のトライフィーナの間に生まれる。イートンカレッジを経て、1773年から1778年まで、オックスフォード大学、クライストチャーチで学ぶ。1783年から就職により、貴族院に移る1794年まで、グロスタシャー州サイレンスター選挙区選出の、庶民院議員。議会では、トーリー党に所属。ウィリアム・ピットと親しく、 彼のもとで1783年から1789年まで海軍本部委員、1789年から1791年まで大倉教委員、1793年から1802年までインド庁の委員を務めた。1804年にショーピットが再び首相となるとバサーストは王立造兵局長に任じられた。第三代ポートランド公爵。 ウィリアム・キャベン・ディッシュ・ベンティンクが1807年に組織した第二次内閣では、商務長長官権王立造兵局長として入閣、次のスペンサー・パーシュバルの内閣においても、両方の職を引き続き務めた。また1809年には、外務大臣のジョージ・カニングと、陸軍、植民地大臣のカースル主釈・レイ・シシロバート・スチュアートが、決闘事件を起こして辞職したことを受け、 2ヶ月考え賞を兼ねた。1812年、第二代リバプール伯爵ロバート・ジェンキンソンの内閣において陸軍、植民地大臣として入閣。バサーストは有能な大臣であり、半島戦争のさなか陸軍を担当する閣僚としての職務を全うした。次官のヘンリー・ゴールバーンと共に陸軍、植民地賞の改革も行い、聖書を導入した。 ゴールバーンの公認の時間となったロバート、ミルモット・ホートーンは、バサース島以前この職を務めた、誰よりも注目に値すると評した。また彼は、人道的見地から、奴隷制度廃止運動を支持していた。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが1828年に組織した、内閣では、数密院議長として入閣。トーリー所属でありつつもカトリック解放に、 賛成の立場を取っていたが、第1回選挙法改正案には強く反対した。1830年に退任し、政治家としてのキャリアを終えた。1793年に、水密顧問官に列せられ、1817年に、ガーター勲章を授けられた。1834年に、ロンドンで死去、グロスタシャー州のサイレンスターに葬られた。 爵位は、長男のヘンリーが相続した。オーストラリアのニューサウスウェールズ州にある、バサースト郡及び、バサースト市とノーザンテリトリーにあるバサースト島、カナダのニューブランズウィック州にある、バサースト市とヌナブトジュン州にあるバサースト島、ガンビアの首都バンジュールの救命バサーストは、彼を記念して名付けられた。バサーストは1789年4月に、レディ・ジョージアナ・レノックスと結婚した。 彼女は第2代リッチモンド校、チャールズ・レノックスの次男ジョージ・レノックス教の娘であった。夫妻は4男事情を設け、長男のヘンリーが第4代はサースト伯爵に、ついで次男のウィリアムが第5代はサースト伯爵となった。ありがとうございます。